はい、ダイスチャンネルです。今回はドラゴンボールドッカンバトル遊んでいこうと思います。今はまだ始めたばかりの5です。ゼニーゲット。ダイスさん、ゲニーを獲得しました。トランクスありがとう。今とまた青いマスは何かが起こるようですね。修行をする際はゼニーが必要になることもあります。たくさん集めましょう。さあ、先へ進みましょう。了解。じゃあ2で次のところに進みます。ストップ。はい、これはどうやら敵のようです。赤いマスは危険を示しています。とにかく目の前の敵と戦ってみましょう。攻撃時は木の弾を集めながら敵に向かっていくのですが、その量が多いほど攻撃力が強くなります。自分と同じ属性の木の弾は、気力が2倍になります。また虹色の弾は全ての属性の弾とつなげることができるので、うまく活用して気力をいっぱい貯めましょう。さあ、やってみましょう。やってみます。はいよ。おおおお、当てていくんだね。今回はかなり気力を貯めることができたようです。 100% コエラの力を発揮できるでしょう。今度は相手の属性を考慮して攻撃してみましょう。属性には得意不得意の関係があります。自分が紫色の地属性なので、緑色の技属性の敵を狙いましょう。相性がいいと大ダメージを与えます。右上の相性表を参考にしてください。早速やってみましょう。はい、これね、タッチ。おお、ファーストアタック、属性効果が上がりました。セカンドアタック、おーおーおお、やったー、撃破。はい、 KO、 勝った。敵を倒すことができましたね。属性の関係をうまく使えば戦いを有利に進めることができます。では次に進みましょう。いや、そこになるかあるようですね。4。お、ドラゴンボールを発見。ドラゴンボールは7つ集めると様々な願いを叶えることができると伝えられています。ドラゴンボールはステージ途中でクリアしてしまうと手元に残りませんので注意してくださいね。はい、ということで今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。まだドッカンバトル始めたばかりなのですが、これからも遊んでいこうと思いますので、ぜひチャンネルの登録よろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!